こんにちは、ハイジーです。超有名ラーメン店一蘭の前を通りかかった時、目に入ってしまったんです。汁なし豚骨の文字が。勢いで入店して食券を買おうとしたところ、なんと汁なし豚骨の食券がない。どうやらお持ち帰り専用のメニューらしい。仕方がないので、今日は一蘭のちょっとした裏技をご紹介。ラーメンのオーダー用紙のネギの項目、白ネギか青ネギかを選べるのですが、ここでこのように両方に丸をつけちゃうんです。するとどうなるか。さあ、注文したラーメンが到着しました。見てください皆さん、青ネギと白ネギが同時に入っているんです。すげえ。という裏技はいいとして、もう一蘭のラーメンなんですけど、もう普通にうまい。もうこれ系のなんかラーメンでもうダントツなんじゃないかな、僕の中で。もうちょっと美味しく食べてるとこ見てくださいよ。これあれ、ちょっと待って、これ逆光だな。逆光、喜んでるの、うまそうに喜んでるの分かるけどさ、逆光だからカメラの場所直してくんねえかな。驚いてるのとか、ちょっとなんか伝わりづらいよね、逆光。お前ちょっと1年 YouTube やってて、なんでこんなボンミスかましてんだよ、いまだに。あ、やっと直してる、カメラの場所。直してる時の顔意外と真面目だったな、バカだなこいつ。お、面をバウンドさせて、バウンドさして、結構バウンドさすね。いくね、お、くっ、レンゲ使いなさいよ。乗せて乗せて、何のために左手に持ってんの。いやもうこれうまいからすぐ麺がなくなっちゃったよ。まあでもこれね、スープを飲む楽しみが残されてるから、レンゲを持ってスープの方を、丼ごと持っちゃった。いやレンゲ使いなさいよお前、どんだけレンゲの存在無視すんの。おっと、ここで目の前にこんな文字発見。今や福岡では男女問わずほとんどの方が替え玉をしているんですよ。これは聞き捨てならない。替え玉、腸型をオーダー。やってきました腸型。ちょっとイメージの中ではもう茹でられてない棒状のやつくらいが来るかと思ったら、そうでもなかった。そりゃそうだよね。さあ、スープに入れた麺をレンゲでかき混ぜ、なんでレンゲでかき混ぜてんの、そこは箸でしょ。さあ、腸型の麺を食べて、あれ、うまっ。あれ、いや腸型っていうから口の中が血まみれになるくらい硬いのかと思ったら、そうでもないんだね。それよりこのアングルなんだよマジで。顔も料理もほとんど見えてない。いやもう頼むから腸型の感じもうちょっと見せてくれ。ちょっとカメラをちょっと丼の上からにして、食い終わっちゃった。でも一息ついちゃってんじゃねえか。もう どうした、何が気になってんのよ。横に何があんのよ、もう。何、いやもう汁なし豚骨のこと忘れなさいよ。もうそれはいいじゃん、うまかったんだからさ。もうおっさん忘れてんの可愛くない。